先日 JRA から移動中の機種に対する対応の注意喚起が発表されていましたが、本日川田機種が今回の件に対しての体験を話したことが話題になっているようです。それに対しての競馬民の反応を見てみましょう。川田機種、過剰なサイン要求で警察沙汰。機種の川田優奈が困惑、数人に囲まれての過剰なサイン要求を明かす。僕自身も警察の方に助けていただきました。機種の川田優奈が27日自身のインスタグラムを更新。 JRA から競馬場へ移動する機種に関するお願いが出されたことに関連し、ファンに理解を求めた。 JRA では24日公式ホームページにお願いを掲載。 JRA では公正確保の観点から、機種が騎乗予定の競馬場に移動する際は一般の方と接しないよう指導しております。そのため移動中の機種に対し、写真撮影やサイン等の申し出がございましてもお断りさせていただくこととなりますので、ご承知おきください。ファンの皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたしますとしていた。川田が自身の SNS に投稿した全文は以下。先週 JRA より競馬場へ移動する機種に関するお願いと題して、ファンの皆様へ協力のお願いが発表されました。サインや写真撮影等の申し出がありましてもお断りさせていただくという内容です。詳しくは JRA のホームページよりご確認をいただきたいですが、こういうお願いを JRA からしないといけなくなった経緯を説明させていただきます。僕らジョッキーが飛行機や新幹線で移動するとき、空港や駅でサイン等を求められることは以前からありました。その状況次第で答えられる時もあればお断りすることもありました。純粋なファンではなく転売目的でサインを求められてることも感じますし、実際転売されることもどんどん増えて残念に思うことも増えました。最近はお断りしても全く引くことなく、数人に囲まれ圧強く求められ続け、声を荒げられるなどエスカレートしていて、当然周りの一般の方にも迷惑がかかり、ここでは書きたくないような身の危険を感じることをされてるジョッキーもおり、警察に来てもらい対応していただいてる状況になってしまっています。僕自身も警察の方に助けていただきました。これを読んでいただいているのは真っ当な競馬ファンの皆様ばかりだと思います。その真っ当な競馬ファンの皆様の中には、 JRA のこの発表を不快に感じた方もおられると思います。真っ当な競馬ファンの皆様が周りに迷惑がかかるような、僕らジョッキーが恐怖を覚えるような言動を取るわけがないことは重々承知しておりますが、一部の心ない人たちの言動によりこのような発表を JRA からせざるを得ない現状です。最近の度重なるトラブルを起因として周りの一般の方にご迷惑をおかけしないために、ジョッキーの安全確保のために、公正確保のために、一切お答えできなくなってしまったことをご理解いただけたらと思います。生姜さんにお断りされて引かないってどんだけ度胸あるんだよ。声かけるのすら怖いだろ。転売ヤーの匂いがする。発送前の制服に続いてまたこいつがわーわー言って JRA がお達し出したのか。なんで相手に迷惑かけた挙句マッポのお世話になりに行くのか、これがわからない。転売ヤーは死刑にしろ。言うほど欲しいか。転売ヤーがいるってことは買う奴がいるってことだけど、買ってまで欲しいか。サインなんて目の前で自分のために書いてもらわなきゃ意味ないでしょ。サインってなんで欲しいんだろうな。心理が全くわからん。どうしてサインなんか欲しいのか理解できないな。転売って言ってもそんな高く売れないでしょ。例えば買った人はどうするのか、飾っておくのか。 JRA を動かす川田さんすげえ。メルカリ見に行ったけど川田のサイン色紙は出品2枚しかなかった。しかも半年売れてないやつと額に入れられた昔のサインヤフーフリマだと単独のサインはゼロ。転売ヤーじゃなくただのキモいファンだな。日本人の貧困化に伴い民度も下がっているからな。まあこれは川田が正論。皆さんの転売ヤー集団やろ。野球選手とかジャニーズとかどの世界でも移動時に付きまとってくる迷惑な奴らが必ずいて、こういう声明出るからな。転売ヤーか熱烈ファンか知らんけど、どちらにしてもダメに決まってる。色紙出してくる人にゴミ払うような仕草してる動画見たが、あれってみんな転売屋なの？生姜に声かけるとかどんだけメンタル強いんだよ。そもそもサインなんているか？もう機種はせんでいいよサインなんて。ウィナーズサークルのサイン文化自体なくて。川田さんの言ってることが理由なら対応できないのは競馬開催中の移動時間だけに限らない気がするけど。手でパンと払いのければいいべよ。
競馬ファンなら生姜さんに気安く声かけられないから転売屋で間違いないな。プライベートの生姜とか特に怖そうなのによう声かけられるな。純粋なファンが一緒の写真を撮りたいみたいのはわかるけど、サインとかもらう意味あんのかねって思うわ。いやまああった記念にというのはあるのかもしれんが、転売で買ってまで欲しい人間がいるってのが本当に謎。ウィナーズサークルで毎週場所取って同じ機種に何回も何回もサインもらってる人も排除してもらえんかね。動画撮ってる人とかさ。勝ちがなくなるまで勝ち続けろよ。もともと勝ちあるか知らんが。福永も現役時にウィナサでサインしながらマナー悪いファンに抱き切れてやめて帰ってく動画あったよ。生姜さんはともかく福永がファンの目の前で切れるってよっぽどよ。いい加減なんか規制すべきだよね。オンラインのターフィーショップで販売しとけよ。サインって売れるんか？自分の感覚からすると目の前で自分にしてくれて価値があると思うんだけど。ウィナの貼り付き転売問題って20年以上前からあるのに何も変わってないね。さすがに競馬場以外で接触するのはやべえけど。おいおいもやめろと言ってくれよ川田。サインとかそんなに欲しいものなのか。誰が買うのかわからん。もうターフィーショップで販売しろよ。1枚300円くらいで売っときゃ転売屋から買うやつも減るだろ。脅しまでやってるのはさすがに転売目当てのこじきだろうしな。切羽詰まってるんやろな。檻の中で衣食住満たしてればいいのに。お薬決めてる？と言いたくなってくるな。転売目的の集団もいそうだが、普通に父の集まりもありえるライン。ジョッキーのサインを買う連中のおかげで耐えないんだろうな。自分に向けられたサインでもないのによう買う気になれるわ。転売ヤーがいなくならない原因の一つってアホな購買者だと思ってる。川田なんか各対象かなり絞ってるから転売ヤーの砂漠分が確保できないんだろうな。子供には書くからって混雑してる稲佐に子供放流するのもいると聞くし。ウィナーズサークル周りに座席つけて、サークル周辺席とか売り出して人数制限するとかどうかね。1席2000円とかでもアホみたいに売れるっしょ。転売されたサインを買う方もこういう迷惑行為を助長してることを認識すべきやな。したところで改めないかもしれんけど。ここ最近のことみたいだし、ほぼ確実に去年のサイン解禁後に湧いてきたやからだろうなと心が暗くなる。去年の夏だったか池添がサインのことで切れてたな。警察沙汰レベルになるならそりゃ痛くなるわ。あれはウィナサでせっかく書いても売りさばくためなら最初から書くのやめるわ。だから本件とは別だと思う。やってる層は一緒だろうけど。芸能人も品川の新幹線ホームで待ち伏せして転売目的のサインゆすりとかだいぶ前から問題になってるけど、まさか機種までそういう対象になるとはって感じ。断っても引かないって怖いな。あの発表出た時にヤバいファンがいたのかくらいに軽く考えてたけど、現状がヤバいどころか人として終わってるやつで絶句だよ。よくあんなおっかない人囲もうと思えるな。俺は人にラミされただけでションベンチビってへたり込める自信あるぜ。こんなんするやつが JRA のお知らせ読むわけねえだろとか悲しいかな言われてたし、その内情とかジョッキー側の気持ちを川田が発言することによって得られる拡散力もあるんだろうな。機種が調整ルームに入るのも何時までにってある入室遅れは制裁し、ごねて詰めれば最後はコンマ消して書いてくれんじゃないかって打算が見えてすごく嫌な気持ちになるな。八百長防止のために移動時の機種にサインをもらうのを禁止するのは当然として、ウィナーズサークルでのサイン会も転売防止対策として禁止した方が良いよ。別の記事の竹豊によれば、ほとんど転売目的だとも言ってた。竹豊機種、JRA 公式、競馬場へ移動中の機種に関するお願い、実は、まあまあのトラブルになっています。交通機関の駅などで待ち受けて、サインを半ば強要する事象、そのサイン色紙が販売目的なのも、関係各位で確認済みです。販売目的でサインをもらうな、待ち伏せするな。竹豊のサタデー物語、スポニチより。豊はこう言ってるし相当ひどいんだろうね。ウィナサで書かない機種とかのをもらうためにしつこく囲んでもらおうとしてるのとかもいそうだな。移動中そっ機種には接触するなくらい書かないとダメだと思うな。別のスレでダメ元でやろうとか接触するなとは書いてないからいけるみたいに解釈してるヤバい奴らもいたし。ストーカーみたいなファンはどこの界隈にもいるけど、機種は時間とか移動手段で張り込みやすいのかもね。囲んで声を荒げて圧かけるってヤバいだろ。それでもらえると思ってんのか。警察呼ばなきゃいけない事態とか終わりだろ。前はしてくれたとか丸々機種は変えてくれたとかそういう騒ぎ方してるんだろう。まああの機種はファンサがいいのに、あの機種はあって騒ぐ奴らもいるから最悪だな。やってること地上げのヤクザかよ。ウィナサで変えたのは転売。機種の移動邪魔して圧かけたやつも転売。もうサインとかファンサしない方がいいんじゃ。ファンじゃないからな。元手をかけずに金稼ごうとしてるぜ逃げ場だ。一部の転売ヤーは砂漠のリザヤで生活してるんよ。小遣い稼ぎ副業感覚じゃなくて本人的には仕事だから商品確保のために遠慮がない奴もいる。
サインは元手が安く引き出プラス筆記具で割と利益が出る高単価な商品なんで食い詰め転売ヤーが手を出しやすいっぽい。河田が代表で発信しただけでそこそこな機種が被害に遭ってるんだろうな。ゼミオタみたいな気持ち悪いことだけはしないでほしいわ。JRA が動いたってことからしても河田の説明内容からしても、複数の機種たちが怖い経験してるってのは確定だからマジで心配だな。言ってしまえば掛け事なんだからまあ相応のアレな人も呼び寄せてしまうんだろうな。この事態にギャンブルだからは関係ないよ。他の芸能人やアーティストなんかでもサイン絡みの待ち伏せや、付きまといトラブルは発生してるから掛け事は言い訳にならない。よく名前が出たりする知名度高い機種のは需要があると踏んでなりふり構わずもらいに来るやついそうだしな。わざわざ複数人で囲むなんて脅迫行為みたいなことするやつだし、子は単純にやべえこじらせたファンも出待ちしてとかあるかもな、自分なら許されるみたいな感じに考えるとか。JRA から改めて発表があった時点で何かトラブルでもあったのかなと思ってたけど想像以上のヤバさだったな。まあでもこうやって発表してくれたことで機種側も断りやすくなったのはあるんじゃないかな。上に言われてるからって理由だと罪悪感減ると思う。今回は以上です。よかったらチャンネル登録と高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。